デカエビス橋ビルは大阪府大阪市中央区総江門町にある商業ビルである。道頓堀沿いエビス橋の北東田元に位置する商業ビルである。クポキリンプラザ大阪の跡地に建設された。2008年3月にキリンプラザ大阪をキリンホールディングス及びキリン栄光からマルベニが出資するエビス橋開発特定目的会社が取得した。建物は解体され。 東ビルが新たな商業ビルラズ震災橋として開発され、メインテナントの H&M が2010年3月6日にオープン、同年7月17日にグランドオープンした。2013年にシンガポールの上場リートであるクリサスリテールトラストにより90億2100万円により取得され、2014年6月1日にクリサス、震災橋に解消された。 2018年の工事地価は、1平米あたり1580万円と、大阪府下の最高額となった。2019年4月には、住友商事が208億円で取得し、住友商事震災場シビルに解消された。2021年4月、住友商事から、ドイツのデカ銀行傘下のデカ、イモビリエンが取得した。同社が運用する、オープンエンド型不動産ファンド、 でかいモービライエングロビルに組み入れ予定である。バイバイ、プロジェクト、キリンプラザ、大阪跡地を取得して、商業ビル建設、丸紅日経不動産マーケット情報2000波年3月日、ウィークヒットしが商業ビル、ラズ震災橋大阪南恵比寿橋に2010年7月17日、グランドオープンニュースリリース、丸紅2010年7月21日、 大阪の工事地下最高額、初めて南が北を抜いた、訪日客効果の勢い繁栄、外資が、熱視線、産経ニュース2018年3月27日、売買、大阪、道頓堀の店舗ビル、住友商事が208億円で取得日経、不動産マーケット情報2019年6月10日、デカエモビリアン・インベストイン・ジャパンアーカイブ。 メディアリリーシズメディアリサーチ2021年4月29日、バイバイ、道頓堀のランドマーク、住友商事から、独で買え日経不動産マーケット情報2021年6月11日。ありがとうございます。